ブルーノダ・シューバ・ペレスは、ブラジル・サンパウロ州出身のサッカー選手。トラブゾン・スポール・クラブ所属。ポジションは、ディフェンダー。地元のアウダックス・サンパウロ・イーのユースでキャリアをスタートさせ、20歳となった2010年にトップチームに昇格。CA ブラガンチーのグアラニエのローンを経て、2012年にサントスと契約した。サントスでは、最初の1年こそ、 レギュラーとして27試合に出場したものの、翌年にシシーニョが加入すると、ベンチを温めることが多くなった。2014年、セリエ A の鳥の FCA 移籍金200万ユーロ、3年契約で、加入。背番号は33。2014年9月24日のセリエ A 第12節、カリアリ戦でデビューし、翌13節のフィオレンティーナ戦で、 ファビオクアられレッラのゴールをアシスト、さらに14節のユベントスとのトリノダービーでは、約80メートルを独走して、セリー A 初ゴールを挙げるなど、衝撃的なデビューを飾り、右サイドバックのレギュラーに定着。結局このシーズンは34試合に出場し3ゴールを挙げた。2015年もレギュラーとして試合に出場。二千十五年十月に契約を二千二十年まで、 延長した。2016年8月16日、エースローマへ1年間の買い取り義務付きレンタルで移籍。移籍金はレンタル料が100万ユーロ、買い取り金額は1250万ユーロ。背番号は鳥の時代に着用していた33番をエメルソンが付けていたため13番に決定。2018年7月6日、母国ブラジルのサンパウロ FC にレンタル移籍した。 契約期間は2019年12月までで買取オプション付きのレンタル移籍となる。2019年9月26日、スポルジレシフェにレンタル移籍した。2021年5月26日、トラブゾンスポルクラブに移籍することが発表された。自国の代表選手のロベルト・カルロスやマイコンとも比べられることがある攻撃的なサイドバックである。スピードに乗ったドリブルや テクニックも兼ね備え、中盤としてもプレーできる。ちなみに、前述のトリノダービーでのゴールでは、ドリブルで、ポール・ポグバ、パトリス・エブラ、アルトゥロビダルの3人を交わしている。ありがとうございます。